雄大な大自然と美しい風景、豊かな歴史と文化に囲まれた九州。日本の鉄道は大きな変革となった1987年の国鉄民営化以後も様々な発展を遂げています。これからも潤いのある社会と豊かな文化を築いてくれる九州の鉄道の姿に期待したいものですね。